はい、こんにちは。今回はダウンしてからとんでもなく強くなる3人のレジェンドボクサーを紹介いたします。長きにわたって WBA 世界スーパーライト級王座に君臨していたセルバンテスは24戦全勝 22KO の最強の挑戦者アーロン・プライヤーを迎えました。野獣と呼ばれた最強挑戦者プライヤーは序盤からパワフルな連打を振るいコーナーに追い込みましたが、難攻不落の王者セルバンテスは強烈な右カウンターを炸裂させました。プライヤーはダウンしましたがダメージはなく、すぐに左右のパンチを振るって反撃し、序盤にもかかわらず王者を倒そうとエンドレスの連打を敢行し、王者セルバンテスを追い詰めていき、第4ラウンドに難攻不落の王者をコーナーに詰めてめった打ちし、ダウンを奪いました。難攻不落のセルバンテスを KO して WBA 世界スーパーライト級王座を奪取したプライヤーは3度目の防衛戦に弱冠20歳のトゥドゥアン・ジャクソンを迎えました。28戦全勝の王者に対し挑戦者も17戦全勝で、王者プライヤーは初回ノーガードで不用意に打ちに行った時カウンターを食らってダウンを奪われました。ダウンしてもプライヤーはすぐに反撃し打ち合いに転じました。そして第5ラウンドあたりから均衡が崩れ、プライヤーが荒々しい攻撃を振るって長身の挑戦者を圧倒し出しました。挑戦者も応戦を試みましたが、プライヤーの圧倒的な攻撃力は挑戦者を飲み込んでいき、第7ラウンドに強烈な右フックをヒットさせ、ノンストップで30発のパンチを叩き込み、レフリーストップとなりました。アキオ・カメラ。ジョンソンを KO した8ヶ月後、防衛戦の相手に17戦全勝 14KO のカメラ選手を迎えました。プライヤーは開始ゴングと同時にカメラ選手に襲いかかりましたが、全勝のカメラ選手のカウンターパンチを被弾し、初回早くもダウンを喫しました。ダウンをしたプライヤーですが、回復力が早く、すぐにエンジン全開で反撃に出て、第2ラウンドにダウンを奪い返しました。身長で14センチ低いプライヤーですが、常に前に出て、距離を潰してパンチを繰り出し、第3ラウンドも獰猛に攻めて、ダウンを奪いました。アマチュア時代全日本王者になり、プロ入り後も全勝で日本王者になったカメラ選手は200年に一人の天才と言われましたが、シンシナチの表しプライヤーが相手では歯が立たず、めった打ちに遭い第6ラウンド立て続けにダウンを奪われ、レフリーが
残酷な王者の攻撃を終焉させました。1993年6月に IBF 世界ウェルター級王者モーリス・ブロッカーから世界王座を奪取したフェリックス・トリニダードは4度目の防衛戦に56戦全勝のトップコンテンダールイス・ラモン・カンパスを迎えました。カンパスは56戦全勝 50KO の戦績で、左フックが強烈なメキシカンです。王者トリニダードは打たれ弱いのですが、回復が非常に早く、この試合でもダウンから立ち直り、強打の挑戦者を相手に打ち合うのです。そして迎えた第4ラウンド、トリニダードが強烈な左フックと右ストレートを連打するが、タフなカンパスは倒れないのですが、レフリーがこの戦いに終止符を打ちました。トリニダードは1999年9月 WBC 世界ウェルター級王者オスカー・デラホーヤと王座統一戦を行いました。この試合は全勝同士、そしてスーパースター同士の一戦で、ファイト・オブ・ザ・ミレニアムと言われるほど注目度が高かったのでした。デラホヤとの全勝対決を制したトリニダードは、1階級上の王者デイビッド・リードに挑戦いたしました。リードはアマチュア時代、アトランタオリンピックで金メダルを獲得し、鳴り物入りでプロ入りし、わずか2年で世界王者になったテクニシャンなボクサーです。序盤リードのペースで試合が進みましたが、回復の早いトリニダードは中盤から鋭いパンチで反撃し、7ラウンドに強烈な左フックをヒットさせ、ダウンを奪い返します。ダウンを奪ったトリニダードはその後も強いコンビネーションパンチを当て、11ラウンドに再びダウンを奪いました。デイビッド・リードから WBA スーパーウェルター級王座を奪取したトリニダードは、 IBF 王者フェルナンド・バルガスと統一戦を行いました。トリニダードは初回から切れ味鋭い左フックを浴びせ、ダウンを奪います。20戦全勝 18KO の戦績を誇るバルカスは、アイク・コーティーやロナルド・ライトを力でねじ伏せ、この試合も第4ラウンドに持ち前の強打を爆発させるのです。19度目の世界戦という豊富なキャリアのトリニダードは、中盤以降バルカスに力の差を見せますが、バルカスは強靭な精神力で必死に食らいつきます。しかし12ラウンドにあまりにも強烈な左フックがバルガスを襲うのです。
Manny Pacman Pacquiao, Juan Manuel Marquez. 2004年5月、WBA、IBF、世界フェザー級王者、ファン・マヌエル・マルケスは、マニー・パッキャオを相手に防衛戦を行いました。後に4度拳を交えることになりましたが、この初対決の一戦はカウンターパンチャーの王者マルケスにはパッキャオのスピードにアジャストするのに時間がかかり、初回何度もダウンを奪われました。ほとんどの対戦相手は強打のマルケスを怖がってなかなか踏み込めないのですが、パッキャオは小さな体ながら勇気あるファイターで、速い踏み込みと高速のコンビネーションを持ってマルケスに向かってきたので、マルケスはいつもと勝手が違い、初回3度もダウンを喫しました。王者マルケスはパッキャオの連打に徐々にアジャストし、カウンターを浴びせ、序盤早くも形勢を逆転しました。中盤から終盤にはパッキャオの攻撃を見切り、攻防一体のボクシングを披露し、カウンターから上下にパンチを打ち分け、パッキャオをダウン寸前に追い込みました。113-113, a three-way split. The bout is a draw. 階級をスーパーフェザー級に上げたマルケスは、WBC 世界スーパーフェザー級王者、マルコ・アントニオ・バレラに挑戦しました。メキシカン同士の一戦は、序盤から激しい打ち合いになりましたが、マルケスのカウンターや芸術的な連打の前にバレラにとって苦しい展開となりました。バレラはパンチを打ってもマルケスにカウンターで返されるため、だんだん手数が減ってきてダウン寸前に追い詰められましたが、起死回生の右カウンターでダウンを奪いました。ダウンを取られたマルケスはパッキャオ戦同様倍返しを敢行し、バレラを追い詰めていきました。マイケル・カッセディス。パッキャオを追ってライト級まで階級を上げたマルケスはライト級でも世界王者になり、防衛戦の相手にマイケル・カシディスを迎えましたが、下の階級から上がってきたマルケスはパワーで圧倒され、第3ラウンドに左フックをもらってダウンを喫しました。これまでのマルケスはダウンをしてから強くなるのですが、この試合でも鬼人のごとく攻め立て、大きな相手に対しさまざまなコンビネーションパンチを的確に浴びせて追い詰めていき、第9ラウンド芸術的な連打を炸裂させ、絶体絶命となったカシディスをレフリーが救い出しました。